はい、こんばんは。よろしくお願いします。アンケ答えたよ。ありがとう。早速、たくさん回答いただいて、どうもです。ちょっと待ってね。ワコさん、ラトマグルリンさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。ワコツカモメさんいらっしゃい。クロムジさんいらっしゃい。アスランプス。クロノスケさんいらっしゃい。ワコさん、ナイトルさんいらっしゃい。ワコツゼノさんいらっしゃい。ワコツ7個目さんいらっしゃい。ワコスバ8個目さんいらっしゃい。ワコツシタゴンさんいらっしゃい。ナリさんいらっしゃい。殺さないで。ワコツ斎藤さんいらっしゃい。アクゲレノリトペさんいらっしゃい。こんばんは、ナイさんいらっしゃい。ワコです、14個目さんいらっしゃい。こんばんは、ツナコちゃんいらっしゃい。アコちゃん、暗記答えて、そしてシャドバでいれるの、16個目さんいらっしゃい。エニクさんいらっしゃい。ありがとう。コブランポスのジェームス・ボンドさん、こんばんは、ウィンドさんいらっしゃい。どうも、ボンドです。で、アコちゃん、物役さんいらっしゃい。そうなんです。毎年やってるアンケートを、ちょっと遅くなったけど、だね、まあ簡単なアンケートなんで答えていただけると嬉しいです。ちょっと喉がガラガラじゃね。あこつですよ。6ちゃんいらっしゃい。あこつ26個目さんいらっしゃい。音がすごい綺麗に聞こえる。HDMI だからじゃないかな。ありがとう、いらっしゃい。よし、いよいよ答えちゃうぞ。よろしく。2016年もついにドラスピをクリアすること、いや、まだ、わからないですよ。今週の金曜、やります。流行り紙が終わったんで、ドラスピ役になります。ヒデさんいらっしゃい。そうですね。アンケの季節です。魔法の絨毯を手に入れてからのところですね。ちょっとうろうろしようかな。うん、スピらない話やるよ。ビンビン丸さんいらっしゃい。無理すんなよ。いやー、ドラスピ先輩が怖くてな。早く成仏してもらわないと。気になるところ行くか。いいってなる。大丈夫。ファミコン版にするから。そうだね。息子と娘レベル上げやね。あ、こっちのシェシェルさんいらっしゃい。砂漠行ったでしょ。あの砂漠の隣にさ、なんか怪しいところあるよね。あそこ行ってみようかな。あそこ行ってみよう。レベル上げをしつつ。夏目京介さんいらっしゃい。面白いイチゴ。アクプーナいらっしゃい。アーケード版見すぎた。ちょっと抗ってみたんだがな。ちょっと私の身の丈を考えるとダメでしたね。船旅で行くか。ガンガンでしょ。なんか、あの日見た百円魚ご意見すぎは僕たちはまだ知らないさ。いらっしゃい。そういう山奥の村行きましたか。山奥の村。マーサの故郷なら、行きました。絨毯手に入れましたよ。あ、こちらスペアさんいらっしゃい。ケムケム可愛いですよね。ファミコンがクリアできたら AC か。どうしようかな。成仏してほしいもんですね。飛びました。見てなかった。ラクタさんいらっしゃい。こんばんは。ソンヘイさんいらっしゃい。結構進んでますか。うん、ビアンカに再会というか、そうだね。メダル神様ではネーデウス。安定のゾウさんでしたか。前の放送の最後に言ってたグランバニア1階の右側にいる人に話しかけましたか。
話しかけたっけ？もう一回行くわ。忘れた。え、なんか落としたよ。貝殻帽子か。話しかけてない。了解。コハブラで落ちたんよね、前回。ビアンカに再会した村行くのです。再会した村？あ、あそこか。行ってないですね、確かに。あくつ68個目さんいらっしゃい。きたきた愛知さんいらっしゃい。くるくる。1階。これ1階か。ここスライムでしょ？右。わん。ここかな？そう、大丈夫です。マーサ様もビアンカ様もきっと生きていらっしゃる。うん。生きてる。大丈夫。ハリーさんいらっしゃい。目の前におるぞ。娘と息子がおるぞ。ビアンカ探さねばな。ピピンね、馬車にある。押し込めてる。これも消えたな。村長ね、もうね、片ポンした。もう、無理すんなっつって片ポンした。バブトムさんいらっしゃい。ピピンあるよ、うん。なんか熱烈なピピン信者がいてね、ピピンピピンって言うから。本当に？って言って、話しかけたら本当についてきた。ストーカーのようについてきてます。なんか特技覚えてくれればいいんだけど。どんな顔をしてたか忘れてしまったけど、私はあの人のファンだったね。顔忘れちゃいけん。うん、今日初めの悪だよ。ピピンくすいもうちょっとは泳がすんで。かかりなさい。右の人、一階でしょ？それ、庭かかよ。ピピン派、フロアラ派、ピエル派がいますね。ここだよね、一階って。ここ B1 になっちゃうのかな？ B1？ あ、もしかして三茶のとこかな？ピピンはピエールの介護官だって。楽しみにしよう。嫁に逃げられました、いらっしゃい。ルドマン派を忘れるね。すぐされちゃってください。右の人って三茶のことかな？笑っちゃうな、それだった。坊ちゃん、イエスハオと旅をしてると、パパスオのことが思い出されてなりませんわい。まあ、となく。ピエール越えられない壁、ピピ。あれかな？隠しのとこに潜んでるのかな？捨ててくる。なんか茶色いんだもん。茶色いからさ、置いてきた。ルドマン選んだことある人はフローラを選んだことある人より多い。私もルドマン選んだよ、最初。あ、いないの？あ、お。おや？グランバニアって言ってたよね。じゃあ上行こう。うん、エルヘブンに行ってきました。行ってきました、もう。王様は自分の後ろで迷子になって、ゼロさんいらっしゃい。ルドマンと結婚するのは4コマだけにしておけ。フローラはイタストで性格最悪なんだけど、あ、いただきストリートですかね。面白いんですよね、あれってね。気になるな。
スゴロク？スゴロクゲーム？この人？あ、違う。違うな。違うな。ジャガさんいらっしゃい。ずいぶん人が減ってしまったわ。スゴロクになるんだ。あ、あずかり帳あるじゃん。あ、あ、切れる、あ、切れる。よしよし。3000ゴールド。星フルーでは。なんだ星フルーではって。なんだかドラクエらしい腕輪ですね。星フルーでは。あこつ百式さんいらっしゃい。それはいいものですか？あ、すごい！素早さ倍やないか。炎のリングってなんだろう。なぜつけてるんだろう。すごいですね。あ、二つつけれるんですか？ん？もしかして、両手？終わり。あ、あ、そうか、結婚指輪か。あ、フローラの結婚指輪をつけてるんですね。なんか聞いたことあるような。あ、指輪と腕輪だから？忘れちゃダメだ。フローラのために集めたやつやろ？結婚指輪か。お豆いらっしゃい。うん、金髪でござる。あれ、みんなが言ってる1階の人がわからないんですけれども、いないのかな。火山の苦しさ忘れてない。スピードリート姫さんいらっしゃい。あれ1階だよね。いない可能性。ピピンのことですか。私もビアンカ。あ、ピピンのこと？あの百先輩。ピピン話したよ。夜の腰を振る速度の2倍。ピピンのことならね、大丈夫。よし、じゃあ、いろいろルーラで回っていこう。山奥の村だから、どこだったかな。山奥の村、ちょっといろいろ思い出そうか。桃鉄買いますか。出るのかな桃鉄って。結局はい、おやすみなさい。サラバナにはもういないよね。あ、いないいない。あ、サラバナが近い。ありがとう。ああ、結局出るんだ、桃鉄って。オンラインはあるの？あるんだったら欲しいな。あ、そうだそうだ、思い出した、思い出したよ。メタルハンター。あ、そうだね、絨毯塗ってみよう。あ、もう出てるの？年末大戦どういうこと。待って。懐かしいですね。昔やりましたよね、リスナーさん。ん？山根さんとやったのかな？あ、オンラインなんかないよね。そんな噂があった気が。あ、だとしたら変わんない。だってみんなしかいないもん、遊んでくれる人。あ、オフでやるもんな？ふーたん気まぐれさんいらっしゃい。それは残念ですね。3DS なのに。やっぱ城に入るとモンスターがいなくなっちゃうの、あれですね。ん？どこだったかな？あの中だったっけ？猫とやるの？ゼナさんいらっしゃい。
秋田なんですけど。こっちにトンがあったんじゃったかな。来た来た。森に通れなくてな。なんか出た気がする。あ、出ちゃう。出ちゃうな。サラさんこんばんは、いらっしゃい。ちっこいの増えちゃるだろう。中途じゃいけんな。こうやな。マイゴさん見に行きたい。これやな。覚えてる覚えてる。ん？ここでいいの？ここにいるのは二人とも私の息子だよ。違う。じゅうたん。本当にひどい。クレーゴール。空飛ぶ城で。欲しい空飛ぶ城。おー、ヒャダルコ、強いですね。こっちはなかったか。サラボーナ。乗り物に乗ってるときはエルカールで地図が出せた。マジか。ちょっとやってみよう。今なんラジコンじゃない。ソハラジコンになってないよ。あ、違う。ほんとだ。知ってる。器用貧乏さんいらっしゃい。久々やな。どうもね、ルーラ頼りしちゃダメですね。ちゃんと覚えないと。だいぶ経ってますけど。オラの息子は神父になりてえなんて言ってよ。続いてる？神父。ずいぶん遠かったです。立派に続けておるな。よしよし。生きてますように。怖いな、なんか。生きてますように。なんかいるな。なんか急に増えましたね、この人種。石子、石化子、めっちゃ増えた。あれ？あ、よかった。誰？左の人。こっくり。あ、いかん。うっかり眠ってしまった。ん？おお、サハオじゃないか。何年も顔を見せずに一体どうしてたんだ。そうですよね。すみません、お父様。信じてもらえますか？石にされていました。そんな危ない目に遭っとったのか。うーむ、なんてこった。ああ、しかし、ビアンカのことは言わんでもいい。必ずやソハオが助けてくれると言うのだろう。わしは信じとるよ。ところで、その子供はもしや。いいえ。こらこら、嘘をついてもわしの目は騙せないぞ。その子供はソハオとビアンカの子だね。やっぱりそうだ。ビアンカの子か。孫を連れてきました。うん、二人の小さい頃にそっくりだよ。それにどことなくわしにも似とるぞ。思えばソハオとビアンカが行方知らずになって、8年も経ったの。あ、一応知ってたんだ。まあ、風の噂で伝わってたんですね。わしも年を取るわけだよ。わっはっは。うん、びっくりした、いきなりドヒャーって。こんなじいちゃんに何ができるかわからんが、力になれることがあればいつでも言っておくれ。わしはここでみんなの無事を祈っとるよ。もちろん天国にいる母さんもな。
まあ、似るわけないんだけど、ね、そこは、そうですねって言わないとさ。言ってあげないと、血は繋がってないですが。あ、宿屋の修行をしてるんだって。ブツブツ。とりあえず、援助金を、ダンカンさん。僕たちに。サウナ子じゃないの。違うよ、ビアンカだよ。ビアンカがね、この人何なの？しまった。見つかったか。あ、神田との古文シリーズや。頑張ります。あ、ガンガンにしちゃった。呪文を封じ込めた。呪文なんて使うのかな？ゲレゲレ。あ、間違えた。あー、ラリフォン使ってきてたっけ？親分に似てきた？ギリギリなかなかいい動きしますね。いつの間にかなーちゃんがいた。なんでこんな山奥の村にいるんだ？似てると言われます。魔法使うキランパーさんで新種ですね。お、メダル来た。あ、メダルー。シルクのビスチェを見つけた。これはビアンカ用かな？あ、アベちゃんだ。よし、じゃあアベちゃんにあげよう。エロいな。アベちゃん、そんな年でもうこんなもの。ピッチェってね、なんかこうスケスケの、こんなの着てはいけません。先輩はこれを見せたかったのかな。父ちゃんに挨拶をして、へぇ、犯人を探しますよ。やや、ばあさんでなかったのか、こりゃ失礼。いいね。そうだな、あいつだろうな。神田たこぶんやな。あ、メダルと宝教えたから挨拶どうでもいいとか言わないよ。あれ、あれこそ大事ですよ。いつ転生しますかね。さあ、じゃあ長い旅路に出るか。おやおや、まあまあ、ずいぶん久しぶりだね。ちっとも顔を見せないでどうしてたんだい。まったく、ソホンさんもビアンカちゃんも危ない旅をしてると思うと心配でしょうがないよ。やっぱりこう、歳をあんま取ってないのはあんまり言わないですね、みんな。だいぶ経ってるのに。元気？よろずや。みんなボケてる？みんなボケてるから。さあ、じゃあ、当てのない旅に出ますか。今、拠点を決めよう。年の話はしにくいよな。まあ、もともとが若いんか。この辺回ったもんね。
LR。 ん？船じゃ出ないんだ地図って。ソフラも聞かれたくないだろ。同じや。いや別にいいよ。どこ行こうかな。あ、こきまささんいらっしゃい。10万17歳。そうそう。迷っちゃうな。当てもないな。答えなければいいだけです。とりあえず気になってるとこ行こう。気になってるとこ行こう。なので、あそこへは、どうしようかな。どこ目指してる？それを考えてる。うん、絨毯を使うべきなんだろうな、流れ的に。せやな。手に入れたんだから絨毯に行くところなんだろうな。そうするわ。じゃ、とりあえず出る。今日もゲームやって偉いね。いらっしゃい。こんばんは、いらっしゃい。まず何をしたい？天空シリーズだよな。残りの天空シリーズを集める。あ、こちら、たすけさんいらっしゃい。あと、謎のここだ。ここってなんだろう。明らかになんか封印されてそうですよね。あ、剣、持ってきてないかな。ちょっと見ますね。ギリギリがいけるもんね。うん、ブラブラしてみる。あのね、石になってる時って意識実はあるんだって。小説で描かれてたんでしたっけ？もう想像を絶しますよね。信じてたんだろうなぁ、助けに来てくれるのね。うん、石だけに意識。牛になってる時、石になってる時。キークラーはな、普通の人だったら考えるのやめそう。そうだね。何考えてたんだろうな。ああ、そのまま世界を見ていろみたいなこと。ああ、なるほどね。うんうん。だからか。ひどいやっちゃで。あ、そうだ。帰り道にあれ取ろうって言ってた。考えるのやめたからな。いよいよ魔界ですな。いらっしゃい。まだいけないよ。あそこからじゃな。寒い。はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様です。上がるね、どんどん。熱々です。満身というかジャミの方も死にかけ。うん、まあ確かにね、いい勝負ではあったんだな。